こんにちは。皆さん、並んでください。そこはあんまり話しないでね。はい、隣の人と距離を空ける必要はありません。まだね、ソーシャルディスタンスやってる、遅れてる国ありますけどね。もう肘握手とかもいらないですから、もうきちんとシェイクハンドしてくださいね。で、ここは3密ですけども、気にしない、気にしない。あれ、岸田総理はどこ行きました？あ、岸田総理はみんなのパン買いに行ってる。オレンジジュースと。ああ、なるほど。焼きそばパン売り切れるの早いから気をつけるように言ってくださいね。じゃあ、岸田総理いないけど話し始めましょうかね。ああ、そうですね。私たちもね、いろいろと談合しているチームですからね。岸田総理はまあちょっとまあ、ほっときましょう。聞かれたくない話もあるじゃないですか。ところであいつ今日いくら持ってきてるの？ん？なんだ？クレジットカード止まっちゃったって。どこのクレジットカード使ってんだ？いや、よくないのやつだな。もう、ちょっと今度いじめるのあそこにしようか。ああ、聞こえますぞ、との。声が高い。ということで、今回も皆さんとの話し合いがまとまりそうです。おっと、大物登場。やっぱりね、大統領が誰であってもアメリカという冠がつけばみんなのヒーローということでございます。まあ、今ね、暗躍してるのはもうネオナチスでも、それからね、ロックフェラーでもなくって、この バイデン大統領でございます。まさにバイデンというからにはね、電気代が高くなることがもう目的でやってるのかもしれません。北総エンドおりますね。おっと、この人は誰でしょうか。なんか映画俳優みたいな顔してますけども。あ、これでも大統領なんですね。皆さん偉い人が集まってるみたいですね。偉い人の中に、東洋のリーダー的なあの人、やっぱり今でもいませんね。まあ、いないうちにいろいろと話をまとめちゃおうってことなんですかね。まあ、それもいいでしょう。じゃあ、引き続き皆様との動画をご覧ください。それでは、岸田総理、岸田総理、岸田総理、あ、ニコニコしてますよ。岸田総理。ね、笑ってる場合じゃないですよ。どこにいるんですか？ずうずうしく真ん中の方に行かないと。いない、いない。存在すらないじゃないか。どうなってんだ、これ。岸田さーん！岸田さーん！もう帰っちゃうよ、みんな。帰っちゃうよ。ちょっと、岸田さん。どこいるんですか？